はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の平面上の点の存在値 ① をお送りします。で、ここからねタイトルが変わって、でこのタイトルなんですけど、これを丸 ③ まで3本ね動画をアップして、この章、平面ベクトルの章は終了となります。で、まあタイトルも変わったので、最初はポイントメインです。ここね3つあって、問題1問と計4問ねとなってますんで、できそうな子はぜひね動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、分かんないのがあれば今からねポイント含め全部やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。もうじゃあ早速ね、まず1番の方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はですね、まあこの後の丸 ② 丸 ③ も問題演習やっていくんですけど、基本的にここを覚えてないと全く手が出ないです、このポイントの部分で。どういう問題かって言われると、P、まあ、大体 P が出てくるんだけど、これの存在範囲を図示しようと。つまり P がそのどの範囲に入れるのって、大体三角形とか、まあ、平行四辺形、直線とか、あ、まあ、線分かになるんですけど、でそれを求めるためにこの条件を3つ覚えておかなきゃいけない。で、まず1つ目、まあ、この2つがね特にメインでよく出てくるんですけど、この2つ S ダイナリーイコール0、 T ダイナリーイコール0は共通ですね、同じでしょ。で、違うのはS プラス T、この OP ベクトルをね、SOA プラス TOB って置いた時の、ここの係数が足して1になる時と、小なりイコール1、つまり1以下になる時、ここが違うのね。で、そこを分けてほしくって、つまり S プラス T イコール1になる時は、その P がね、これすっげえ解答欄長くしてるんだけど、実は一番上ね、めちゃくちゃ短いっていうね。イコール1だったら線分 AB なんです、答えが。つまりその A と B の線分ね、ここの部分、これが P が存在する範囲です。その上だけを存在するよっていう。で、小なりイコール1、こっちになった場合はこれは長いです。で、どうなるかっていうと、三角形 OAB、 こっち三角形なんですの主および内部です。三角形 OAB の主および内部と、これどういうことかっていうと、まあ、O が原点があるでしょ。で、まあ、A があって、まあ、B があるとします。そしたら、もし上の S プラス T イコール1の時だったら、 P の答えは線分 AB だから、この上だけなの、ここが存在範囲なんです。けれど、小なりイコール1になったら、主および内部なので、この三角形の主、ね、この上でもいいし、中全部も OK ですよっていう。これが、まず2番目。こういう状態ね、三角形 OAB の主および内部。で、最後が、これちょっとね、パターンが違う、上と違いますけど、S が0から1、T が0から1です。で、この時、ちょっと長いんですけど、これ多分入らないと思うんで、あの上に逃げるかもしれないけど、ごめんね。2つの線分、あのね、書いた後には図で説明する、そっちの方が楽なんだけど、2つの線分 OA、OB をちょっと見ながらごめんね、ここ一字一句が間違えるぐらい自信がないと、隣り合う、ごめんな、2辺とする。大事なことは、まず平行四辺形なんで、平行四辺形なんだってことを覚えてください。平行四辺形の、あとは同じです、真ん中と入った周および内部と、ね、2つの線分 OAOB を隣り合う2辺とする平行四辺形の周および内部です。これが3つ目の条件で、どういう状態かっていうと、もうこのまま使います。 OAOB、 ここに平行四辺形だからこっちに伸びてくる、こういう。で、この囲むか、ここです。 OAOB を隣り合う2辺としていれば、もう一歩決まるからさ、そうすれば。で、ここの周周りでもいいし、中全部いいですよって、これが3つ目の条件となります。
で、個人的には上2つがメインです。もちろん一番下も出てきますけど、この2つは絶対覚えなきゃいけない。定期テストとかでもよく狙われる。上2つはね。で、今回も次回とその次、丸2、丸3で問題演習やっていきますけど、一応、下のやつ、もう1問出します。出しますが、上2つがちょっとメインになってしまうんですけど、まあ、こんな感じで、まずね、ポイントの方を覚えておいてください。では、実際のね、問題やっていきましょう。で、三角形 OAB に対し、もうここと同じだね、OP ベクトルイコール SOA ベクトルプラス TOB ベクトルとすると。で、S と T、実数ね、ST がこの条件の時、ね、なんか違うんだよね、ここと。惜しいんだけど。3になってる。で、これ満たしながら動く時に点 P の存在値を図示しようと。でも、だいたいこれはもう決まって出てくるので、ここです。この条件からここを使って解くっていうのがルール。で、今回は一応ね、ちゃんと書いていきます。だいたいこれ答え書くだけでもいいのかなと思うんですけど、で、次回以降が多分途中のね、式をはしょらなきゃいけないので、まあ、今回だけ書いていきます。で、ポイントとしては、これ、イコールになってるんで、これ1番目使うんですよ。ここ、小なりイコールだったら2番目になるんですけど、イコールだからこれを使うと。けれど、何がまずいって、1じゃなきゃいけないのに3になってるんだよね。だから、これ、絶対的に上2つを使いたい場合、ここ1にします。これ絶対。だから、これを1にすることが優先になるので、3で割ればいい。で、3で割ると、3分の S プラス3分の T イコール1となります。全部割るとね。で、この状態で、OP ベクトルイコールと書いていく。で、結局こうなってたんですけど、これね、このルールっていうのは、ここの係数を足して1になればいいと。で、1になるのが今3分の S と3分の T に変わってしまったので、この部分も3分の S ちょっと書きますね。で、足す3分の T、 こうやって変えなきゃいけない。でも、もともと OP ベクトルはこれって決まってるから、じゃあこう戻すためにどうするって考えたら、ここを 3OA ベクトル、こっち 3OB ベクトルに書き換えてしまえばいい。無理やりね。力技ですけど、これは。で、そうすれば、3と3を約分して SOA、約分して TOB で戻るから、ちゃんと。この形に戻れば問題ないからね。で、こう変形がしましたと。で、変形したら、この後もすぐ答えいけるんですけど、本当は。いけるんですけど、下で入るかな。こうか。ちゃんと書くんだったら、この3分の S、これね、を S ダッシュ、3分の T、こっちです。を T ダッシュで、3OAB、これね、OA ベクトルを、OA ダッシュベクトル、で、もう一個、3OB ベクトル、ここね、を OB ダッシュベクトル、絶対噛むと思った、俺。と置きます、こうやって。で、と、すると、こっちね。で、どうなるかって、もう書き換えるだけね。全部書き換えると、OP ベクトルイコール、ここが S ダッシュになる。で、ここが、OA、ごめん、ダッシュになると。あ、ごめん、OA ダッシュベクトル。プラス、T ダッシュの OB ダッシュベクトルに変わります。で、もちろん、もともと S が0以上なんで、S ダッシュも0以上です。だから、この後ろに、で、S ダッシュ、あ、まずあれか、プラス、T ダッシュイコール1です。これね、もうごちゃごちゃしますけど、ここ、S ダッシュでしょ？ここ、T ダッシュでしょ？だから S ダッシュプラス T ダッシュイコール1だよね。で、さっきも言ったように、S ダッシュも0以上だし、T ダッシュも0以上。そうすると、1、0以上、0以上。なんで、この状態になるんだよね。つまり、答えは、線分 A ダッシュ B ダッシュになります、答え。線分 A ダッシュ B ダッシュです。で、図で書くだけだったらいいんですけど、今回一応言葉の方も書きます。これね、先生によって分かれると思うので。で、答えどう書くかっていうと、ここ置いたから、どっちから書こうかな。OA ダッシュからいいか。これ答えね、言葉で書くときの。OA ダッシュイコール、
3OA ベクトル、つまり A' と B' って何なのって言われた時に困るから、ちゃんと回答欄で A' は A の OA の3倍だよって、 OB' B' の場所は B の3倍の場所だよって、そう書いて、これ右図書けるからこっちを下行くか、を満たす点 A'B' を取ると、まあ、A'B' を自分で決めましたと。でその時に線分 A'B' ですよっていう、勝手に線分 A'B' だけ書くと、その A' ってどこのことってなってしまうので、ちゃんとこう計算してきて、 A' の場所はここ、 B' の場所はここ、それ満たす A'B' を決めて、その線分 A'B' ですよっていうね。でそこまで持っていきます。でもしずれ、まあもしこっちがねメインですけど、僕は図紙って言ってるんで、で図紙で答えるときは三角形がねもともと書いてあるんだったらそれ使うんですけど、書いてない場合はこれあれだ、右がちょっと逃げれねえな、図的にちょっと待ってね、ちっちゃくて申し訳ないんですけど、 O でしょ、 A でしょ、 B っていう三角形 OAB を決めます。決めたら OA の3倍、 OB の3倍にしたいので、だいたいこの辺かな、A' と B', それの線分 AB、 もう A 方か。で図書いた時にも必ず線分 A'B' って書けるか、これは書いておいてください。図だけ書いてもね、それが線分のことなのか、もしかしたらね三角形のことなのかってわからないので、でそして3倍ってわかるように、まあ自分だったらですけど、よいしょ、例えばマーク何でもいいと思うんですけどね、ここ全部同じですよってやれば3倍ってわかるしね。でここ2本にして、ちょっとお前広くなっちゃった、ここ2本とかすれば、あ A'B' が3倍の位置なんだねってわかる。そしてちゃんと言葉も添えてるから、あ線分 A'B' のことなんだねってわかるので、これで OK というふうになりますね。ごちゃつくでしょここに関しては。でなんでね今回だけ途中式書くかっていうと、基本的にはこの変形まで持っていってしまえば、これを書かなくてももう答えいけるんです。すぐわかる。なぜならここが 3OA になってるから、あ A を3倍するんだねって、 3OB になってるから B を3倍なんだねってなる。これ逆もあって、ここが2分の 1OA になってれば A の半分なんです。 OA ベクトルの真ん中半分のとこに A' が来る、そういった場合もあるんですけど、ここまで変形してしまえば、あとはイコールだったら線分、小なりイコールだったらその三角形 OAB の周および内部、そこが分かれるだけなので、アプローチの仕方、持っていき方としては、もうここの変形無理やり1作ろうぜっていう、それだけ気をつけてやっていけば大丈夫です。いいかな。なのでね、あと演習に関してはあと動画2つやりますんで、そっちで確認してみてください。では今回は高校数学数 B の平面上の点の存在値丸1についてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回はね、さっきも言ったように問題演習として丸2を取っていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。